新宿ロフト、私がユンカイ新宿ロフトプラスワン25プラスワン年おめでとうございます。26周年おめでとうございます。いや完全にデカミちゃんが言うかと思った。自分が言う、私も言おうと思ったらしずちゃん始めてくれてびっくりした。マジと思ってマジびっくりした。やめてほしいこういうの本当に、うん、でもめでたいですね。めでたい26周年すごいことだよ。私同い年ですわ。すごい。95年生まれなんで、エヴァンゲリオンが最初に放送した年から今までずっとある、うん、って思うとさ、エヴァンゲリオンが昔のアニメすぎてそれもびっくりする。本当だよね。今みんなが今もみんなが大好きな大注目のずっと流行ってる、うんうんうん、なんか本当になんかサブカルチャーの聖地ってプラスワンは言われてますけど、うんうん、私もたくさんのイベントに出させていただいていて、うんうん、本当にいつも楽しくねおしゃべりしながら飲ませていただいたりとか、うん、お酒もとっても楽しく過ごさせてもらってて、なんか今はねこうお客さんいっぱい入れてとかできなかったりもしますけど、うんうん、そういう中で、うん、このだから去年の25周年を乗り越えてることがどれだけすごいかっていう、うんうん、本当だよね。そう本当だよね。なんかこれからもね、死ぬんじゃないかってなってたもんね、うん、そうそう、楽しい時間をねこの、うん、本当さ治安がいいとは言えない街でさ26年やってて本当にすごい、いつもお世話になってます。ありがとうございます。本当ですね、うんうん、私はね、うん、ロフトプラスワンはねめっちゃ出てるってわけでもなくて、うん、やっぱ見に来てた記憶もすごいあって、今ロフトプラスワン26周年って聞いて、自分が上京した頃2014年とかにね大森聖子さんの実験室でトークイベントとか、うん、あと懐かしい、そうそうそう、しずちゃん出てる回もね私ね見てました、いろいろ、ね、見てましたね、とかね藤井隆さんと椿鬼奴さんと RG さんのライカレコードランドランドランドってやつとかに見に行ってた、うん、そういう観客で自分がその辺にいた記憶がずっとあるままで、出演してる時は登壇してるなっていう、そういう好きな会、大好きな会場ですね、うん、しずちゃんどうですか。本当にね、私なんて本当にあるよ、猿を一回檻に入れてその檻を外したような状態なわけ。それを何かお話を聞いてくださって本当にありがとうございます。本当に思ってます。これはね、心の底からそう思ってますね、うんうんうん、ね、意味が分かりますか。分かんなかったら分かんなかったまあでもこれを見てくださってるロフトプラスワンのことが好きな方が見てくださってるから分かってくれてるんじゃないかな。大丈夫かなと思います。いろんな思い出がありますね、はい、ね、これからもたくさん思い出作ろうね。はい、お世話になっております。よろしくお願いします。おめでとう26